こんにちは、今日はちょっとですねレッドバルブまでオイル交換に行ってこうかなということで出てますが、ここにこう見えますでしょうか。これがね、BCOM1、来ましたので早速つけてね、行ってます。この後左方向です。今日の目標はですね、2つですね。1つが今あの音声聞こえ、ナビの音声聞こえてると思うんですけど、そういうふうにね、ナビを、まあ、音声としてきちんとね、できるかっていうことと、それとまあオイル交換に行ってくるっていう、まあ、その2つが今日の目標なんです。この今言ってるようなナビの音声が綺麗に入ってたらですね、まあ、誰かとツーリングした時のねインカムの声も綺麗に入ってるっていうことなんで、まあ、どんな風にこう録音されてるかね。新井のヘルメットってもともとね、私もあんまりよく知らなかったんですけど、インカムをつけるように設計されてないみたいなんですよね。まあ、そういうことをすると安全に関わるっていう、まあ、ポリシー、会社のポリシーで、だからね、今回久しぶりにこの新井のヘルメットにビーコムつけてスピーカーがつけるところがね、なんていうかな、もともとそういうスピーカーをここにつけるっていうふうに作られてないもんですから、勝利なんかはそういうふうに作られてるんです。綺麗にこう入ってすごくこういけるんですけど、これそういうふうにできてないんで、これ帰ったらちょっとね、工夫してそこに、こうスピーカーがまあ台座のようなものにくっついてるわけですけど、その台座自体がね、それからですね、昨日ちょっと自分が楽しみにしてた2つ言ってたんですけど、1つが動画編集ソフトがちょっとうまく動かなかったんだけど、削除してっていうかアンインストールして新しいのもう一回入れ直したらどうかっていうことなんやけど、バッチリでした。全く問題なくて、ハングアップもせず今のところ順調に動いてますので、やっぱり一回入れ直したらよかったですね。だから今のところ問題なくいってます。これが一つ目、昨日ね言ってた。でもう一つ目がこのインカムなんですけど、これはまだね、まあ普通に、ナビとつながって音楽聴いたりはできますし、今、してるようにこのナビの音声の説明もちゃんと聞こえてますが、誰かとこう一緒にね走って、その時のまあインカムの安定で性とか、ちょっと遠く離れても聞こえるかいうのはですね、それはまあもう一回こうやってみてから出ないと分かりませんね。だからそれはまあブイストラームさんとかと一緒にちょっとツーリングして明らかにしてみたいと思います。左です。この後左方向です。レッドバロンに着きました。レッドバロンに着きました。オイル交換終わりました。今レッドバロンでですね、視聴者さんがちょうどおられて声かけてくれてね、良かったですね。そしてそれもね、丁寧で700乗ってるんですよね、ほんまに。
これもあの黒のテネレでかっこよかったですね。やっぱり渋い感じやね。あ、それであのテネレ、新しいテネレちゃうかな。あ、黒でもなんかそんな気がするな。2022年度のテネレ違うかな。まあ、声かけてもらえることはおっと嬉しいですね。これからも本当によろしくお願いします。あのスピーカーの入れるとこうまくいきました。パッドの中側にこうね、入れると大変こういい感じであのつきました。こうだからこれ問題ないね。これちょっと付け方をねやっぱりね下手くそだったね。付け方が下手くそでした。 OK、 これで、問題なくいい感じでできると思いますね。このアライのヘルメットも捨てたもんじゃないなっていう感じになってきたな。ちょっとここで休憩します。アライのこのヘルメットのもインナーだいぶ古いんで、ここいいですね。ちょっとねこんな風にだいぶ草がね生えてはきていますが、こここんな感じですし、まあまあねちょっと休憩するのでどうですね。ヘルメットなかなかいいですね。こうスピーカーの位置をちゃんと間違えないようにきちっとこうつけれたら、あ、すごくいい音で聞こえ出しましたね。これは最高だと。